自分の上司に手錠をかけるとは、いい度胸だ、新入り。私のどの弱みを握った？さあ、見せてごらんなさい。ハロー、アイアムユウ・コバヤシ。アイアムザ・ジャパニーズ・ボイス・アクトレス・オブ・ラングリー・イン・パス・トゥ・ナウ・ヒア。まもなく、ムキメイトがリリースされるということで、本当におめでとうございます。この動画では、ゲームや私の演じたラングリーさんの魅力についてお伝えさせていただきたいと思います。私が演じたラングリーさんなのですが、第9機関のリーダーで、絶対的な鉄の女王というものすごい強そうな肩書きをお持ちでいらっしゃいます。見た目もすごくかっこよく美しく妖艶で、それでいてこのイラストではお帽子、私も本日この素敵なお帽子をご用意していただいて、ラングリーさんのような気持ちをいただいてとても嬉しいです。そしてその他にもエナメルっぽい素材の手袋や靴、そしてジャケットなどパーツパーツで女王様のその素敵な雰囲気をとってももう醸し出して、こう香りがしてくるような、そういった色気をお持ちの方です。そんな絶対的な鉄の女王ラングリーさんは、神秘的で残酷な特務機関と関わっておりまして、局長のお世話をされていらっしゃるようなので、ラングリーさんがどんな風に物語に関わっていくのか、ぜひお楽しみにしてください。続いては質問コーナーということなんですけれども、質問にお答えさせていただく前に、ゲームと同じこのラングリーさんのネームプレートを持ってお答えさせていただきたいと思います。はい、印象に残ったところというのはもうたくさんございまして、その中でも、やはり、ゲーム画面を見させていただいた印象、それに強く残ったのが、すごくおしゃれでいらっしゃるということです。かなりダークな世界観なのですが、デザインも黒と赤のコントラストが強くて、そこが罪悪感、こちらを連想させる、そういうところも魅力の大きな、一つだと思います。そしてゲームをしていきますと、この雰囲気はすごく癖になること間違いなしです。またキャラクターの皆様のビジュアルや設定なども他のゲームとはちょっと違うなというふうに思いました。女性キャラクターの、イラストを見た時に、とにかく強そうという印象をすごく持たせていただいたんですけれども、演じさせていただく中で、やはりそのラングリーさんは、強いことはもちろんなんですが、その上で他の方を手のひらの上に乗せて踊らせる余裕や自信、そして迫力も兼ね備えておりまして、これはまさに正真正銘の悪人だというふうに、印象がどんどん、変わっていくところもすごく魅力だと思いました。そういった、彼女たちのそんな悪人の一面についてはぜひですね、ゲーム内でたっぷり皆様に楽しんでいただいて、ご覧になっていただきたいと思っております。はい、ラングリーさんの第一印象はまさに女王様というような気持ちになったんですけれども、あのセリフでもですね、ド S の方のようなやはり言い回しがあのたくさん、いただいているのかなというふうに思ったのですが、スパイであるという過去もございますので、冷静沈着な一面も感じられました。印象に残ったセリフは、第9区間は影の雲、冷血な犬と言われていると。気に入った。憎悪は恐怖から来るもの、恐怖はスパイの最も愛する武器だ。こちらですね、あの
もう他にもですねたくさん素敵なセリフがあってもう選ぶのがとっても、もう本当に迷ってしまうぐらいなんですが、ラングリーさんの、過去もとても壮絶なことがございますので、どんなこうやっぱりそういった経験からこういったセリフが、こう出てくるのかなというふうに私もたくさん想像させていただき演じさせていただきました。スパイとしてのラングリーさんの、強さそういうものがにじみ出ているセリフでしたので、このセリフ、一番印象に残ったセリフというふうにさせていただいております。はい、ラングリーさんは百発百中という能力がございます。これはやはり皆さん持っていたら本当に嬉しいですよね。理由としましてはやはり強くて素敵なラングリーさんに憧れてしまうからです。狙った獲物は逃がさないぞということだと思いますので、いろんな場面で皆様にお使いになっていただけるのではないかなと思います。もう一つ、ラングリーさんの特徴で、憧れてしまうなと思うのはやはり溢れんばかりの頼もしさですね。やはりラングリーさんを見ていると、私にもそういったことをいろいろなことを教えてください、ご指導ご鞭撻お願いいたしますというような気持ちにどうしてもならざるを得ない、魅力であふれていらっしゃいます。ですので私もその頼もしさを、ラングリーさんの爪の赤でも、いただけたらなというふうに思っております。はい、私が、今回考えた、コンビクト名はじゃじゃん、こちらです。はい、月指、こちらになるんですけれども、この月指なんですが、やはり、例えば何かこう、戦いがあった時などに、やはりこう大きな、お怪我をしてしまうとそれは本当に大変なことになってしまうと思います。ですのでもちろん月指も痛いのでちょっとこう本当に月指はしないでいただきたいというふうに思っています。実は私こうタッチパネルをするときにちょっと力の加減がちょっと間違えてしまって月指をしてしまうことが あるんですね。はい、その時にだんだん月指にも少しずつ慣れてきまして、痛くない月指のこう方法をだんだんこう身につけるようになってまいりまして、ですのであくまでこう月指をしても痛くない月指、そしてどんな、こうお怪我を負った時にも月指になってしまう、どんなことも月指にでこう収まってしまう、そういった能力を、持っているキャラクターさんっていうのを、想像しました。で相手の方にも「えい!」っていうふうにしますと月指をしてしまう、そういった、能力を持っています。でも相手の方もそんなに痛くないですし、自分も痛くないですし、本当に痛って平和です。なのでちょっとこう手をこうすれば治ってしまう、それぐらいの怪我とも呼べないかすり傷よりもちっちゃい月指です。はい、ということなので皆さん痛みとか辛いことがないそういった回復の力を持つ、月指さんですね、こちらにさせていただきたいと思います。決め台詞なんですけれども、では決め台詞を言わせていただきたいと思います。あんた月指に気をつけな。はい、以上です。ムキメイトの魅力についてお届けさせていただきましたが、皆様いかがでしたでしょうか。アンダーグラウンド的な世界観がお好きな方はもちろんなんですが、もうたくさんの方に楽しんでいただける素晴らしいゲームだと思いますので、ぜひプレイしていただけたらと思っております。危険レベル S というかなり危険な
キャラクターでいらっしゃるラングリーさんなのですが、ぜひですね、あのゲームをしていただく中で、ラングリーさんの魅力、皆様があの知っていただいて、ラングリーさんのことを大好きになっていただけると私信じておりますので、どうかぜひプレイしていただいて、ラングリーさんと共に、ゲーム内で、寄り添っていただけたらと、心より願っております。それでは最後にラングリーさんからのメッセージをお届けしたいと思います。どうぞ。最新情報が欲しい？だったら今夜私のオフィスに取りに来るといい。